じゃあ、みなんです。いつも英語英会話、一日一言をご覧いただきありがとうございます。そしていつもコメントありがとうございます。全部読んでますよ。全部読んでるどころか、朝起きて最初に見るのが YouTube のコメントなんですよ。前までは株価だったんですよね。えー、Amazon 株をちょっと持ってるんで、持ってる持っても、ほどじゃないですけど、ちょっと持ってるんで、ちょっと気になったんですけど、もうどうでもよくなりました。もう YouTube のコメント嬉しくて。 なので,で、も朝起きたらまず YouTuber みたいな感じですね。Okay? なので、えー、コメントどうしようとしてください。ちゃんと読んでますよ。Okay? Yeah. Okay. えーっとですねじゃあ、今日い行きましょう。今日の一言、えー。今から僕英語表現言うので2回言うんですよね。そしたら、えー、っとどういう、じゃあ何て言ってるか、そしてどういう意味かを2秒で考えてください。Okay? じゃあ行きましょう。Please talk to my boss。ちょっと今あれでしたね。もう一回行きましょう。Please talk to my boss。 もう一回行きましょう。Please talk to my boss. 何と言っていただでしょうそしてどういう意味でしょう ?2 秒考えてください。では答えです。答えは Please talk to my boss と言ってました。Okay? えと私のバース、あの、阪神のバースに話してくださいではないですね、okay? えー。Please talk to my boss バースはボスです。日本語ではボなんですけど、英語ではバーです。バース。 私の上司と話してもらえますかっていう普通の表現としての一つと、もう一つが、お願いだから私の上司と話してもらえませんかっていう感じです。二つあるんですけども、何が違うかというと、普通に言うと、Please talk to my boss。あの上司と、私上司と話してくださいっていう感じなんですけど、Please talk to my boss。で、Please こう、何ですか、こう、ちょっと強調して、あのちょっと力入れて言うと、もうお願いだからっていう感じになるんですね。OK? なので、 えっと、一応、うと、なんだっけ。僕が言ってたパターンは一つ目のパターンで、普通の方です。Okay? なので、えっ、ー、と、一応同じ表現で二つの意味なんだけど、Please をちょっと強めに言ったり、はみたいな感じで言うと、もうお願いだからっていうふうになるってことだけ覚えておいてください。o k ケーじゃあ、発音聞構いっちゃいましょう、先に。えー、s e p l e a s e L は、前歯の、上の前歯の後ろに、裏に。 下は結構この辺べったりですね。先っぽというよりもちょっと内側からこ,うこれぐらいベタッとつけちゃってください Please, please talk, talk いつもなんで色入ってるんですかね ?talk って Talk 言わないのにんで入れんのと思いますよねなんだろうなあ,あんな感じあのたこ焼きでタコ食べれないくせにタコが入ってないと怒るやつみたいな感じですよね 何タコ入っていんだよタコ嫌いだから。じゃあタコになんねえだろみたいな。じゃあタコ食べなきゃいいだろとか思うんですけどね。そんな感じになっちゃうんですけども、エル入ってますね。なので、どうしよう、今。えー、ちょっとバーッと、うおーとかなっちゃうんですけど、すいません。じゃあ、えっと、please t a l k t o m y t o my じゃなくて、To my.To m y o k ケーなんかこう、高貴な感じですね。t o my?To 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 my? こういうような感じで聞いきましょう。To my. そしてボスはボじゃなくてボです、ね。ボース。ボース。Okay? ちょっとあれは一応練習のためですね。練習のためにちょっと上司。まあ上司が好きな方はそういうふうにしなくていいです。上司があんまり好きじゃないなみたいな人はこうバカにしてるっぽくいきましょうか。ボース。ボース。ボース。 もう、あの、これからボスに、その上司に何か言われたら、Yes, boss! ってこう、バカにしてるっぽく、あの対応すると、いいかもしれませんね。Okay? じゃあいいでしょう。じゃあ、to my boss。だけ、そこだけくっつけていきましょう。to my boss.to my boss.to my boss.please talk to my boss.please boss boss talk to my boss. Please talk to my boss Please talk to my boss.Okay, very good. これも完全に責,、まあ、責任逃れっていうか、わかんないから上司に聞いてよみたいな時に、えー、そっちにこう回す時に使う表現ですね。Please talk to my boss. なんか,なんか問題ありますみたいな感じでと。そうなので、えーと、なんか電話があって、んないよく you're p l e a s e talk to my boss. っていう感じで、えー、振るときに使いましょう。Okay。で、もう一つの Please は、Please もう、 もう本当お願いだからって気持ちを入れて言ってみましょう。そこだけいきましょう。Please!Please!Talk to my boss もつけましょう。Please talk to my boss!Please talk to my boss。もうお願いだからってこう、じょ自分の上司になんか給料アップかなんか言ってもらいたくて、こうなんですか。<laughs> お願いしてたのに全然やってくれない場合もう本当お願いがもう早く話してよーっていう感じの時にの Please! っていうのに入れてみ、えー、てください。OK?OK!、Okay? Okay. あそれで今回もちょっと時間なくなっちゃいましたね。あの前回からと自信の持ち方みたいな話をしたかったんですけどちょっと長くなっちゃったんで次の動画で、えー、自信と英語の勉強に対して自信を持つかっていう話をしたいと思います。OK! So,、uh, thank you very much for watching and please watch my next lesson too.OK!、Okay. Take care guys, bye!